皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。後ろにかかっているのはハンモックです。このレッスンとっても気持ちいいんですよ。ぶら下がることによって背骨がスーッとリセットされます。昔の方はですね、例えば赤ちゃん子供が変なものを飲み込んだら逆さまにして、そして背骨をポン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 とねタッピングしていたらしいんですよ。で実際にですね、医学的な分野で特にインドとかでもですね逆さまにして、病院のね、その医学的な療法としてもう逆さまにするとね用いてたりもします。ということでこのぶら下がって行うのはとっても効果的なんですよね。まあハンモックがなければですね、自力でね、まあ私はこんな感じでですね自力でこうですね逆さまになれたならばいいでしょうけれども、なかなか難しいですよね。はい、まあ、ちょっとね、余談の話をしましたけれども、皆さん日本っていうのはですね心筋梗塞とか脳梗塞が非常に多いっていうのは多分ねご存知だと思うんですけれども、じゃあこれなぜそうなるのっていうなると血管が詰まるからですよね。じゃあ血管が詰まるのはなぜってなると血管が硬くなるからですよね。そうですね、台風の時、ちょうど1週間ぐらい前ですかね、血管年齢を若くしましょうみたいなね、動画をアップしましたので、またよかったらそれもご覧ください。そうなんですよ、血管が硬くなるからなんですよ。じゃあ血管が硬くなるのはなぜってなるとですね、まあ若い子供と、ね、年配の方だったら子供の方が血管は柔らかいということで、年を重ねるたびにどちらかというと子供の時よりは血管が硬くなりやすいんですけれども、でもそうじゃない年を重ねていても血管年齢が若い人も多いんですよ。でどういうことかというと、ね、ここまでお話しすると皆さん分かると思うんですが、まあ、私がよく体を動かしますのでね、よくやっぱり体を動かしている人の方が血管が柔らかい、血管年齢が血管年齢が若いと言えます。だってですね皆さん、じーっとね何も動かなかったら体硬くなるじゃないですか。体が硬くなるってことはイコール血管も硬くなるってことなんですよ。細胞が硬くなるってことなんですよ。で、ここでですね硬い柔らかいというとですね、どうしてもね例えばなんかこうね開脚をしていっぱい足が開くから柔らかいとか、そういうふうに思いがちになってしまうならば、そういうことじゃないんですよ。弾力性、ね、でいい筋肉はポチャポチャっとしていて、いざとなった時にキュッと締まる筋肉がいいんですよ。かのカール・ルイス、まあ、最近のちょっとね学生とかカール・ルイスがわからない世代なんですけども、カール・ルイスはですねポチャポチャだったんですね、このふくらはぎとか。でも走るとキュッとねカットが出るぐらいに締まるんですね。だから柔らかいというのはそういうことで、弾力性のことを言ってます。はい、ということでですね、どんなに体が柔らかい方であっても全然ね体を動かさなかったらそりゃ硬くなるんですよ。でも逆のことも言えるんですよ。体がどんなに硬い人でもぼちぼちとですね定期的に体を動かしていくことによって柔らかくなるんですよ。弾力性というのが大事なんですよ。弾力性で、その体が柔らかくなることによって内臓をマッサージする効果もありますから、それによってね、ちゃんと食べたエネルギーを食べたものをですねいい感じで体の中に循環させて、そして不要に、ね、取り込んだ老廃物を体から出すという、そういう作用も体を動かすことによってできるわけなんですよね。そして体を動かすことによって筋肉のポンプ作用によって血管がぐんぐんとマッサージになって、そして血管の弾力性が高まってくるってことなんですよね。はい、なのでですね今日も一緒に動きませんか。そしてですね、その特に血管が詰まってる姿勢ってのはどんな姿勢かというとですね、こういうふうにですね肩がちょっと前に行ってる、いやいやちょっと猫背気味でも、これっていうのはですねどんなに綺麗な姿勢をしてパソコン作業とかスマホを見てても絶対にここがちょっと前に行きやすいんですよ。でこの前を前に肩が行くことによってちょっと猫背っぽくなると鎖骨周辺の動脈とかを詰まらせるんですよ。そうするとこの上に血流が滞りやすくなってめまい、ふらつきとかですね頭痛とか起きやすくなるんですよね。だからここは開いていく方のが大事なんですね。でちなみに腕がこうね前回しするとここ前縮みやすいですね。でも後ろ回しをするとここ開きますよね。だからせめてもですね仕事の合間ずっと座っている時間が長かったならば、オフィス作業が長かったら後ろ回しをしていただきたいんですね。そしてこの腕なんですけどもね、
こういうふうに内旋するとここ詰まりますね。外旋するとここ開きますね。外旋がいいですよ。外旋で外ちょっと一緒にやっていただいていいですか。外旋して背中のここの肩甲骨をグッと寄せます。はい、楽にします。グッと寄せて楽にします。はい、この感じで、この感じでですね、ねじりながら、はい、この方が肩甲骨がしっかり動きやすいですね。はい、これは座ったままでもできます。もちろん立ってもできます。そして後ろ回し、ふっふっふっ、で息を吐くのが大事です。そしてスマイルが大事です。うーんって怖い顔をしてたら股が詰まっちゃいます。ふー、はい、ふー、ふ、これだけでもすっきりしますよね。そしてここの、ここの胸の骨、胸骨っていうんですけど、ここ段柱というツボがあるんですね。で、これもあの血管を柔らかくする、血管を詰まらせないために効果的なツボって言われてるんですけども、ちょっとねこうさするだけでもいいですから。でおまけにこの胸骨からこの指、このへこんでる胸骨からですね、ちょっと へこみがあるんですよね。そこから1,2で2つ指下下げた、そこもツボなんですけどね、ここを押さえるのもいいんですね。まあ、分からなかったらですね、スイナというね、そういうマッサージ方法もあるんですけど、こう、点々点点とさするのもいいです。あまり強く押さないでください。はい、じゃあ、そしてここの鎖骨周辺の、リンパとかも、また筋肉の膜もマッサージしましょう。で、昨日の動画にもアップしましたが、この辺の筋肉が硬くなると、胸とか首が硬くなると、呼吸がしにくいんですよ。でも基本は呼吸は吐くっていうのが大事です。吐かないと吸えないんです。苦しいっていう人がですね、吸おう吸おうとしてて吐いてない場合が多いんですね。で、吸う時の方が交感神経、自律神経の中の交感神経が優位になって、あ、ちょっと一緒にやってください、やりましょう。で、吐く時は副交感神経が優位に働きます。ね、その2つ合わせて自律神経です。交感神経は車で言うとエンジンを吹かしてくれる神経。そして副交感神経というのはブレーキを担ってくれる神経です。はい、どっちも大事なんですね。あ、どうですか、すっきりしました。じゃあちょっと耳を、この辺がね、この顎のここがこうね、あの頭を前に倒していると詰まってくるので、少し口を動かしてください。耳が柔らかいと体全体が柔らかいんですけれども、この耳の形っていうのは腎臓の形で、この穴は胎児の時の自分の形をしてるんですね。私は耳が小さいんで、ね、お金が黙らないなんてね、よく私の祖父、おじいちゃんは、お前はな、耳が小さいからな、耳たぶが薄いからな、お金が黙らないかもしれないとかって言ってましたけどもね。まあそれはちょっと冗談だとも兼ねておりますけれども、耳が大きい人は、あの聞こう聞こうというね、能力に長けてるらしいですね。はい、じゃあタッピングします。はい、このオランジのあたりも、はい、どうですか、これだけでもスッキリしますね。で、なのでここまでのところで、血管が詰まりやすい姿勢というのは、ちょっと猫背気味とか前かがみにね、肩が前に行ってる、ここが縮んでいると詰まりやすい。あともう一つで、血管が詰まりやすい姿勢というのが、座ってる時ですよ。座ってる時というのはですね、ここが、この股関節のところが、太ももと骨盤のここが、ここが縮みますね。ここ、これ股関節なんですよ。太ももが骨盤の中にポコッとはまっているんですけども、その関節のことを股関節と言いますね。ここの関節を股関節と言いますね。で、太ももは、自由にね、ここにはまっているんですけど、自由にこう動くんですよね。で、その自由に動くときに、ここの仙腸関節っていうところも関わりがあるんですね。で、ここが詰まると、やはり、ね、あの血管が詰まりやすいという感じなんですね。じゃあ、ちょっといろんな方法があるんですけど、本当はですね、足をブランブランと振るのもいいんですが、皆さん、マイペースでですね、あのこういう体勢、取っていただいていいですか。ここが伸びますよね。ここのストレッチを兼ねたいんですね。はい、じゃあ、後ろに、はい、前に、後ろに、前に、マイペースで、後ろに、前に、そしてですね、ぐーっとあの骨盤で円を描く感じでいきます。さあ、気持ちいいですよね。はい、じゃあこれをですね、入れ替えて、はい、マイペースですね。ちょっと前、ここが伸びますね。股関節とかももが伸びますよね。はい、後ろへ、前に、後ろに、前に、後ろに、
前に後ろに、そしてですねぐーっと円を描く感じ、どちら回りにやりやすい方向で、はい、じゃあ今度はですねしっかりお腹で支えてください。お腹で、そしてぐっと肩と耳の距離離して、ついでにちょっと肩回ししましょう。はい、はい、そしてぐっとお腹で支えたら骨盤を前でこう押し出しながら、はい、体をぐーっと、あ、ちょっとね、足元がうまく映ってないみたいですけど、キューッと上に、ちょっとすいませんね、体を上にぐー、あ、ちょっと、このかぶさ、こう、ですね、こう、ぐにゃってなるというよりは、ぐーっとですね、もう一回ちょっとやりましょう。お尻を後ろで、ぐっとでっちりみたいにして、そして前行きますね。で、ここから骨盤を前に押し出して、そして上に、あー、いいですね。で、背骨をぐにゃぐにゃと動かします。ぐにゃ、ぐにゃ、ぐにゃ。はい、上下動しながら肩回し。はーっと一緒に声出して一回入ってみましょう。はーっ、グー。はい、そして足をこのままですね、持ち上げますけども、手と足の距離を居心地よいところに見つけながら、足を動かすのも、血流が良くなり、イコール血管を柔らかく。1、2、3、4、5、6、7、8、よかったらちょっと弾みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではですね、ちょっとここで全身運動をやりましょう。簡単な全身運動です。はい、ここの胸の前をね、開きたいです。先ほどの血管が詰まる姿勢2つ、ね、猫背っぽい、またはここずっと座ってここ詰まってるという状態ですね。はい、なので、はい、手を動かしますよ。これ外旋した方がここ開きますね。外旋、はい、外旋、外旋、はい、そして骨盤の前後運動も加えて1、2、1、2、1、2、はい、回します。1、2、3、4、5、はい、横に1、はい、2、はい、3、ブルブルブル、はい、1、はい、2、3、ブルブルブル、はい、そしてここの前をですね、伸ばしたいんですね、ここです、伸ばしますね。で、無理のなくない角度で、マイペースで、ちょっと私はいっぱい倒れますけど、あー、はい、グー、そして足を動かしましょう。足の筋肉というのは大きな筋肉なので、血流が良くなります。要は、血管を柔らかく、はい、頑張りましょう。1、はい、2、はい、頑張りましょう。はい、3、はい、4、はい、頑張りましょう。はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、頑張りましょう。はい、9、はい、10、はい、回します。はい、胸も開きますよ。そして、ブラ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 。はい、そしてまたここを伸ばします。ぐー。グー。はい、では今度はちょっと足を開いた状態で、あ、無理のない幅で、内ももが関与しますね。はい、1、頑張りましょう。はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、股関節、ね、血流良くなってます。というか足全体ですね。あ、何回かちょっと忘れちゃいました。はい、では気持ちのいい角度で、ぐにゃ、ツイスト、グー、反対も、はぁ、グー。で、このままですね、足の幅を変えた方がいいかもしれませんが、横移動、太もも、膝を気持ちよくです。1、2、3、4、5、6、7、8、グー。はい、そして横で、さあ、どうですか、ここ伸びてますね。で、グーッとお腹を引き上げて、ちょっと後ろを振り返ってください。1、2、3、ピーンって感じ。はい、反対にしますよ。この太もも内旋ですね。そして体を上引っ張って後ろを振り返りながら天井の方に体を引っ張っていくようなイメージを入れて振り返ります。1、2、3、ピーン。はい、そして前、さあ、いいですか、前開きます。股関節も開きます。はーっと呼吸を、はい、ちょっとバウンディングよかったらしちゃいましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はぁ、どうでしょう、伸ばせたら伸ばして、はぁ、グー。さあ、足を
近づけて横ブラブラ、手をブラブラするとここの肋骨の緊張が取れます。反対もブラ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 、はい、そして足をまた猫関節を良くします。入れ替えますよ、ほっ、入れ替えますよ、ほっ、はい、1、2、3、4、5、はい、前5回、ちょっと中途半端だったな、はい、ぐっ、お尻を持ち上げます。はぁ、胸を開きます、股関節も開きます、血管の詰まりやすいところを流れるようにしてます。はい、伸ばせたら伸ばします。はぁはぁ、さあ膝を曲げて起き上がっていきましょう。さあどうですか。さあじゃあ最後はですね、一緒に声を出して数を数えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10引きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、体側1、2、3、ブルブルブル、1、2、3、ブルブルブル、はい、ブラブラブラ、一緒に声出しましょう。はということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日のテーマは血管を詰まらせたくないので動いて血管の柔らかさ弾力性を高めましょうっていうことを、お伝えしたかったんですけれども、いろいろね、お話をしました。特に猫背の姿勢とか座ってる時間が長いと、この辺の肩の関節や股関節が詰まる、要は血管を詰まらせちゃうんですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ね、今もこれからも元気でハッピーに生きてい きましょう。でそのためにもですね、運動と栄養と睡眠、そして心のパワーというのが大事ですよね。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もお願いします。フィットネスインストラクターの小枝でした。皆さんのおかげで今のところ動画配信続いております。ありがとうございます。またね。